おはようございます。 MJWS です。で今日はですね、上野動物園に来ています。すでに報道なんかあってるのでご存知の方も多いんですが、東京都上野懸垂線のですね、撤去がいよいよ始まったということで、この撤去の状況を今日見に来たということです。早速行ってみましょう。これもうすぐ進むとですね、上野懸垂線の東駅の跡地があります。おっと、駅跡地が見えてきたんですが、すごいですね、がっつりも撤去されてますね。屋根が丸裸です。柵が高くて中見れないですね。令和6年の6月1日から令和7年の2月27日まで、年明けの2月27日まで撤去の工事の期間ということになってますね。ここからだと本当に中見えないですね。一旦反対側まで行ってみます。今ですね、駅舎の反対側に来てます。前この奥まで寄れたんですが、もう今近づけなくなってますね。こういう風にフェンスがされてます。もちろんこれで終わってしまったら元も子もないので、今日は一脚を持ってきてます。これで中の様子をですね、見たいと思います。今日はマンフロットさんの MAX PRO A4 っていうのにしてます。3メートルぐらいだったかな。十分柵の向こうを見るのには足りると思います。これしかしあれだな、画面が見えないですね。私今一脚で伸ばしているので中の映像が見れてないんですが、おそらく駅舎の工事の様子が映ってるんじゃないかなと思います。もう出てます。あ、すごい、車両まだいる。犬もすごいほこりかぶってるよ。すごいよ、見て見て、ほこりかぶってる。これはかわいい、ぜひ乗りたかった。ねえ、かわいらしいね。いいサイズじゃない。日本で最初のモノレール、うん、形式全部書いてますね。これがあれだね、日本車両のとこにある車両が H 型。あ、これですか。うん、進化してるんですね。ね、もうここからここの10年の間にね。僕が小さい頃これが走ってた。あ、パンダを、パンダの子たちなんか辿っちゃったね。結構今もうここまで来ちゃうと今っぽいですね。かっこいいですね、現代車両みたいなね。確かにこれ乗ってみたいですね。うん、やっぱメンテナンスのこと考えちゃうとむずいんですかね、うん、乗る人はいてもね。そうだね、うん、基本クローズだったって言うからね、この運賃設定で、うん。手を一げて見えませんが、奥手がモノレールの駅舎部分になります。あ、ここの方がよく見えますね。駅舎もそうですけど、軌道まだ手つかずですね。今一脚で上げて軌道上面部分を見てます。ちょうどね、中央がへこんで走行面になっているのがよく見えると思います。すごい、もう手つかずなんですけど、もう樹木の整備されてないので軌道の上面まで枝が来ちゃってますね。森に恵まれそうです。木に突っ込んでいてる。こちらモノレールの西園駅になります。まだ解体作業等は始まっていないというか、こっち解体しないんだ。昨日サンダーバードのモノレールをちょっと編集してたんですけど、 3D のですね、機種の形がよく似てますね。はい、ということで短編だったかと思いますが、現在の上野懸垂線のですね、軌道跡と駅舎がどうなっているかっていう様子を、紹介しました。また定期的にこの解体作業の様子を紹介していきたいと思います。それではさようなら。